Hey guys, thank you for watching my video. This is 関大横浜Nakata speaking. 皆さんこんにちは、英語写真関大です。いや、YouTube の撮影久しぶりだな。皆さんお元気しておりましたが、僕ね、前回上げた YouTube の動画は、千葉県船橋市習志野にありますエバーフィット24船橋習志野店さんに撮影でお邪魔した時に上げた動画以来かなというふうに感じておりますけれども、最近ね YouTube の動画の投稿ケースを少しねちょっと抑えているというか、今ですね TikTok の方に今集中してるんですね。で TikTok って基本的には最大で1分の動画なので、まあいろいろその中で様々なこう鉄道をモチーフとしたこのストーリーを今展開してるんですけれども、今そちらの方をね今注力しておりまして、だからといってね YouTube を別にねおろそかにしているというわけじゃなくてね、今 TPO を分けてですね、で今はちょっと TikTok を攻める時期だなというふうに感じてるんですよね。そう、いろいろな方々も TikTok を始めてる方もいらっしゃるので分かると思いますけれども、今ね TikTok も結構この皆さん入ってきておりまして、ここでちょっと僕のね英語写真というキャラクターをやっぱり皆さん知っていただきたいと思いまして、今こちらの TikTok で活動しているんですけれども、今回ねこの YouTube で皆さんにちょっといろいろお知らせしたいなというふうにやりまして、本当に僕の活動もね、本当に皆さんに今どういうことをやっているのかっていうのを知っていただかないともう忘れ去られてしまいますのでね、で皆さんにちょっとご挨拶していきたいなというふうに思っておりますけれども、まず一つね僕の作家としての、お仕事、なんですけども、まあ、一冊目なんですが、社内アナウンスに革命を起こした英語写真の英語勉強法という英語の勉強法をベリ出版さんから出させていただきましたけれども、でその後にですね乗務室から見た JR 英語写真の本当にあった鉄道打ち明け話という本をイサブルさんから出させていただきました。それでね、まあそこからちょっと日にち空いてるよねみたいなふうに思いましたけれども、はい、ここで発表します。実はですね、3冊目が出版決まりました。はい、今ね、どんな感じの内容にするのかというのをですね、まあ、詰めておりますのでね、まあ、いろいろまたそれも決まってですね皆さんにお伝えできたらななんていうふうに思ってますね。もう少しね固まって、いろいろ皆さんにお伝えできる時が来ましたらお伝えしたいなと思いますけれども、今年2021年中には書店に並ぶ予定ですので、皆さんぜひこれからもね応援よろしくお願いいたします。そうね、作家としても活動しておりますからご安心ください。ただねこうやって YouTube の前でちょっと皆さんにこれ活動をご報告できなくて大変申し訳ないんですけども、僕としては動き回ってますので。そうでね、今回、このお知らせなんですけれども、テレビまた千葉テレビさんでいつもお世話になっているんですけれども、この千葉テレビさんまた出させていただきますので、この、ご報告というか、明日もし千葉テレビのね映るエリアにお住まいの方はですね、ぜひ見ていただけたら嬉しいなというふうに思ってるんですけども、ですね、今日が、2月の9日です。2月の9日ですけれども、明日2月の10日朝6時45分から7時30分の間、シャキッとですね千葉テレビさんのシャキッとの方に出させていただきます。ね、朝の時間帯でねお仕事とか学校に行く前に見られるよって方はねぜひ見てください。でその後なんですけどもね、その次の日11日なんですが、11日は夜9時55分から10時の間のですねビジネススタイルさんにでちょっと出させていただきますのでね、はい、ちょろっとねなんか、はい、関台ここに映ってんのみたいなそんな感じであるのでね、ちょっと関台を探せみたいな感じでね、ぜひ見ていただけたら嬉しいなというふうに思っております。で僕も毎日ね体鍛えておりましてね、今回それをね活かせるような形でね、そのテレビリポーターとしてのお仕事をさせていただきましたので、ぜひ、ね、見てください。ねいろいろそういうのも含めてですね、その作家としてもそしてテレビ関係ですね、テレビリポーターとか、まあ、いろいろそういったお仕事とかね、だんだんさせていただいておりまして、またね、まあ、皆さんのところに、このお会いできるというかメディアを通してお会いできる日がね、どんどん増えてきてるんで嬉しいなというふうに思ってますけれども、またさらにね面白いことをしていきたいというふうに思ってますけれども、これからの英語写真関大の活動も楽しみにしていただけたらなっていうふうに思っております。今回はね、久しぶりということもありまして、まあこういうような近況報告というか今こういう活動してますよということをお伝えさせていただいてるんですけれども、直近
直近では明日と明後日テレビに出ますということですね。千葉テレビさんなので、今回はこの千葉テレビの放送エリアの方々しかちょっとご覧いただけないかなというふうに思いますけれども、見れる方はぜひよろしくお願いいたします。そしてまたいろいろとね、 SNS とかでも、まあ、YouTube だけじゃなくてね、 Twitter、Instagram、あと TikTok もやっておりますので、そういったところでも僕ね常に今活動しているので、そういったところもフォローしていただければ、次はどういうことやってるのみたいなことが分かると思いますので、そちらもぜひ見ていただけたら嬉しいなというふうに思っております。ということでね、ちょっと今回はこのような動画になりましたけれども、栄養師匠関大、ガンガン前に進んでおりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということでまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。バイ。楽しんでね。